本日はお忙しい中、弊社の共同記者会見に、ご出席いただき誠にありがとうございます。弊社は韓国に、本社を持つダイウインターナショナルの日本法人です。総合商社として貿易を通して日本の人々に公に出すようなビジネスを展開させていただきます。弊社ではこれまでの事業に加えて人命を救うというところに大きな意義があると思い AD 事業を立ち上げました。 AD は2004年7月より現場に居合わせた一般市民が扱えるようになり、今では20万台以上が設置されております。公共機関、学校、病院等をはじめ民間企業にも復旧の波が押し寄せ、設置が急務となっております。弊社では2008年初めに AD の販売資格を取得し、同年3月から韓国 CU メディカルシステム社製の AD 高級モデル CUERR を国内各方面に販売開始しました。今では北は北海道から南は沖縄まで21社54事業所の販売店を通じて販売してまいりました。 AD の販売会社では国内4番目ですが、おかげさまで順調に販路を拡大しております。その後 CUERR に比べて操作性、重量、価格がお手軽な新製品 iPad NF1200 を国内販売するように企画し、この度昨年12月9日には厚生労働省から販売承認がおりました。2月から新製品の販売ができるような体制になりました。詳しい製品のお問い合わせはご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。弊社は AD の普及に邁進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。